発がある以上事故が起こる可能性は私はあると思います。しかし事故があったから、ダメだということであれば、全ての乗り物も全ての食べ物もですね、それによって事故が起こった過去経験があるでしょうから、それを否定することになってしまう。その事故を教訓としてさらに高みを目指して発展をさせていく、技術革新をしていく、このようにして人類は発展をしてまいりました。そういうことを考えますと、私は今回の事故をですね、教訓として、福島原発の事故を教訓としてさらに高みを目指していける、高みを目指していかなければならないと考えております。